返事がない。ただの扉のようだまるでただの扉のようだ。マジか。ありがとう、ありがとう。お前の勇姿は忘れない。メール来てないかなメール確認しよう。ガタリ、でもガタリからさっきメール来てたもんな。さすがにさっきの今でメールは来ないか、来てないか。うん、とりあえずバニティミラー、バニティミラー、あー、レジスタンスのアジトに行った方がいいのかな。ゼクーのアジト行った方がいいのかな。とりあえずあの呪いの人形は今の爆風で壊せたはずなので、ブルークローの工場も呪いの人形ももろとも。だからウェイが調子良くなってるんじゃないかなと。どうだろう。とりあえずゼクーのアジト行ってみましょう。本島たちに報告しなきゃな。うん、ちょっとフロントの人にも話しかけておこう。もしもし、ん、あなたにことづてです。チェンは亀料理屋にブルーなんとかを預けている。ほうほうほう、これだけです。海鮮かゆやからでした。チェンって誰ですか。みんな大きな声じゃ話せない、そんな感じですね。うん、あんまり言わない方がいいぞ、ミスターのことは。もう死んだけどな。ほうほうほう、海鮮かゆや、亀料理屋、亀料理屋に行けばいいのか。で、とりあえずゼクーのアジトにも立ち寄っておきたいんですけど、ウェイさん大丈夫かな。呪いの人形はもう壊したつもりの赤いねえ誰もいねえ。こっちの部屋はいつか使う時が来るのかな。とりあえずじゃあ海鮮中心行って、亀料理屋行って、でブルークローを手に入れて、うん、でソンジーさんに渡せばいいのかな。そうしたらば最上路行ける。でも最上路に行く通路塞がってたもんな。普通に壁になってたもんな。でももうやることは一通りやったので、そろそろこのチャプターも終わって最上路に行けるんじゃないかなとは思うんですけどね。もうだいぶクーロンフロントでイベントを回収したので。違う、こっちじゃない。まあまあとりあえず亀料理屋ね、亀料理屋のとこに行きましょうか。さてさて、ミスターチェーンを倒したことで海鮮中心の雰囲気変わったりしないかな。とりあえずあのミスターチェーンを嫌っていた人たちに話しかけてみたい気もするんですけど、例えばこの人とか。いや、お元気ですかミスター。あっ、なるほどな、みんなにはそう見えてるってことか。あの扉男の説明じゃ全然意味が分かんなかったんですけど、うん、バニティじゃ、バニティミラーだったっけ。バニティミラー持ってるうちはミスターに見えてんのかみんな。今日はいつもより時間がかかっていましたね。もういいんですか。なるほどな、だから亀料理屋行ったら顔が効くってわけだ、バニティミラー持ってると。ほい、はいはいの、はいはいはい。あら、ミスター、やけに時間かかってたね、今夜は。で、もうおしまいかい。新しいのは体に悪いって言ってたから取っておいたよ、古いの。ほら、最後、仕事の後の一本だよ。ブルークローのアンプル、アンプルってなんだブルークローのアンプルを入手しました。よし、これでもう行きゃいいのかな、ソンジーさんとこ。この後はいつものお楽しみかい。明暗の店に行くんだろう。ほう。あの店は確か大色だったね。まだちょいと早いんじゃないかい。はあ、ははあ、その店にもよく行っていたってわけか。バニティミラー持った状態でその店行くと何か情報が手に入りそうですね。これはこれは。そんだけかい。フカヒレ屋さんはミスターのこと嫌ってたもんな。ちょっといろんな人に話しかけてみたいな。この状態で。ミスターになりきった状態で。おい、もしもし。ごきげんよう、ミスター。苦労作りははかどっていますか。そんだけか。ちなみに魔導男は、魔導男のご機嫌はいかが。ミスターっすわ、私。ミスターチェンですわ。
あんた誰？そのああさっきのそうかミスターをやっつけたんだね。ああ腕人たちには分かってるんだ。そりゃ愉快だ。てっきりそのどう見てもあんたミスターにしか見えないよ。やだな、すげえやだな。ミスターを知ってる人にはね。なるほどな。で、あそこのやつ、扉のやつはどうなったんだ？巻き込まれたのか。うん、それはね、残念でした。残念だったが、まああいつは、うん、一役買ってくれたんだから。はい、ミスターようこそ。まだあの準備が。なんだと？なんだと？なんだと？じゃあ行きますか。ミスターごっこも楽しいですが、ソンジーさんにはどっちに見えるんだろう。ソンジーさんはミスターを知ってるのかな。知っているんだったとしたら、あのソンジーさんにもミスターに見えてるっていう感じになるんでしょうかね。さあ、お前には何が見える？お前の目には何が見える？わしには見えるの、大きな壁が光源を、もたげておるの。それだいぶ前に見たぞ、そのムービーは。これだろ、お前が欲しいのは。ほうほうほう、こんなもんじゃのう、世の中はさ、通れ。そんだけか。通してくれるのはいいんですけど、この先何もないんですよ。あの、変なおっさん、お、普通に行けるんだ。あの、変なおっさんと遭遇するのかと思った。ディスク1、100個。またディスク1か。じゃあちょっとディスク交換します。さてと、最上路編かな、ここからは。最上路攻略編でしょうか。ウェイはどうしてるんだろう、今頃。ウェイとか本島とか。そろそろシャオヘイとは会えないのかな。シャオヘイも本当に、本当に、うお、ここが最上路か。暗いな。端末もある。君は？ギガンヤ。あれ、あんたは、あんたはなんともないのか。さっきの貴公子のやつなんだか変だったぞ。うん。ガタガタ震えて誰か人を探しにこの最上路に来たそうだが。はあ、ウェイのことかな、貴公子ってことは。ウェイも探さなきゃな。でも呪いの人形はもうぶっ壊したので、うん、その辺ビビらなくてもいいとは思うんですけど。あれとはまた別なのかな、呪いの人形って。どうなんでしょうか。うわ、壊れてんじゃん、ここの端末。メール来てないかな。あ、来てる来てる。案の定来てた。誰だ、シャオヘイかな。はい。パピオン。パピオンかよ。完全だよ、あんた。あのシャオヘイのミンリーが完全な状態になったんだ。こうなると誰も手出しはできない。いくらスネークといえど、シャオヘイの力を横取りするなんてできない。シャオヘイは劣気とした双子なんだよ。彼女には本当にお姉さんがいるんだ。ほう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 。でもどこに、それよりどうして今頃になって急にミンリーなんかにシャオヘイに語り始めたんだ。スネークに狙われたかもしれないっていうのに。うん。四天王たちが動いてたもんな。チャンリンの代わりがいるみたいなことを言って、うん、スネークたち動き出してたもんな。スネークじゃねえ、四天王。四天王がなんかしたのかな。よし、じゃあちょっとだけ最上路探索してみようかな。マップが暗くて分かりにくい感じはあるんですけど、とりあえず今こっち側にしか行けないな。暗いな。廃墟っぽい感じありますね。半ばフートンみたいな、そんな雰囲気はありますが、広そうですね。これ右手に、ヘビ屋。ヘビ屋って、あれじゃないのかな？ホテルにいた。ねえ、聞いたかい？カーメルマンションの地下のどこかの町と繋がったそうじゃない。地下がどこかの町と繋がったそうじゃない。カーメルマンションって。カーメルマンション知らないのかい？そこの橋を渡った向こう側の建物だよ。ただ、今は渡れないよ。ライフンの淵にいるじいさんにでも聞いてみるといいよ。そのじいさんが扉の管理をしているんだ。はあ、カーメルマンションってまたなんか、フートンみたいな、ダンジョンみたいな名前だな。チョンキンガーデンとか、ティントンシアターとか。うん、ダクレイホールとか、なんかそれと近い感じがするんで、あれかな、やっぱ男女なのかな。カーメルマンション売約屋、怪しいお店ですね。あんたにもブリッジ渡ろうってのかい。ブリッジ橋でいいだろ、橋で。
今無理なんじゃないか。さっき若い女が渡ってるのを見たけどな、シャオヘイか。ブリッジっていうのはライフンにかかってる橋だよ、うん、なるほど。この先なのかな、ブリッジは。他に情報はないか。じゃあ渡ってみましょうか、こっち側。これブリッジ。ここが行けないのかな、今は。カーメルマンション。閉まってます。ダメか。じゃあとりあえず来た道戻りますか。意外とそんなに広くない。まだ行ってない道はあるとは思うんですけど。まあ、とりあえず来た道を戻りましょうか。この辺とか、この辺じゃない、この次の。ここ。この辺。この辺、キョロキョロまだしてないので。うん、こっち側行ってないな。こっち側にも行けるな。複雑だな、マップが。うん、右側になんかいたな。君は？へその親、売るな、そんなもん。ライフンの水は見ての通り、いつもよどんでる。昔は空の虹を映し出す水だったのに、今やオイルの虹しか見えないね。はあ、ははあ、ライフンにかかる橋は、弱橋って言うんだ、うん。ブリッジのこと？ここら辺では単にブリッジって呼んでるけどね。うん、そんだけ？そんだけか。なるほどな。環境汚染がすごいのか。こっちには行けないな。で、他は、あ、左側になんかいる。君は何屋さんですか？軍装屋。うちは古い軍服専門だよ。新しいのはダメ。なんで？グエンのやつもごっそり持ち込んだけど、どれもダメだな。美しくないんだ。普通のじゃ絵にならないよ。なるほどね。グエンといえばあいつ、ライフン、ライフン、もう読み方忘れかけてる。ライフンの水辺の階段に置いてあった出世石も戻ってきたのかな。出世石？なんだそれ。やっぱ新しいマップに来ると覚えることたくさんなるな。君は？君は？老人かな？老人。ふんふん、お前さん、さっきの達者な男と同じ匂いがする。ふんふん、あの娘とも一緒だな。ほう。何が見えてるんだ、君は。あの娘は腕人を探しておった。そしてあの達者者はあの娘を探しておった。そして僕はその達者者を探してるってわけか。まあ、両方探してるんですけどね。娘は弱橋を渡っていったみたいだ。うん。でもその先に行けないんですよ。あの橋はわしが管理しておる。娘が渡った後すぐに扉を閉めたんだが、開けてくれ。何か持ってきたら開けてくれるのかな。あんたは誰を探しに来たんだ。この町には万人なんておらんよ。うん。扉を開けて。扉を開けてほしい。ダメか。カーメルマンションの扉を開けてほしかったな。ブリッジ渡りたかったな。せっかく来たんですから。観光がてら。貝殻屋。貝の粉には特別な作用、特別な効用があるんだ。誰も信じちゃくれないけど、実は邪気の属性を変えることができるんだ。知ってますよ。身をもって体験しましたよ。あんたみたいな人にはぴったりだと思うけどね。欲しいなら調合してる。くれるの？そんな使わねえけど。グイリー玉の方が欲しいけど。ああ、でもくれはしないのか。なるほどな。で、まだこの奥が行けそうですね。一本道ではあるけど、ここは何や？昆虫屋。町がまだ大色とつながってた時には、お医者先生が漢方薬を買いにたくさんやってきたんだ。うん。やっぱそういう用途だろうな、昆虫って。他に情報は？それだけか。ミッション的なものがまだ一つも発生していないな。とりあえず一通り声をかけた後に何かフラグが立って、どこかしらで、うん、どこかしらでイベントが発生したりすると思うんですけど、メールが来てるのかな？メールが来てるってことかな？か、生体通信か、あれ、リゾーム。
でも生体通信とリゾームのあたりは使えないような気がするんですよね。端末がいかれてたので。ギガンや話しかけてみるか、もう一回。あ、これさっき見たやつだな。じゃあちょっと端末にアクセスしてみましょうか。メール来てるんじゃないのかな。メール来てるような気がするんですけど。本当とか。あ、来てない。来てないのか。リゾームは？誰もいない。生体通信。生体通信。これも何もなしか。これ、生体通信の最後何か聞こえるような気がするんですけどね。プッて。まあそれはそういう仕様なんでしょうけど。案内屋は何もないか。一応見るだけ。てか、何こいつ新しいナビ？何こいつ？あれ、よくわかんねえまま契約しちゃった。わかんねえまま契約しちゃった。で、ハッピーアワーが今んとこ何にも意味がわかんないんですけど。まあ、違う番組やってる。男。スーパーバイタルメン。あれか。男油か。これまたまあいいや。これ重要な機能になったりするのかな、ハッピーアワーって。よくわかんないな、ハッピーアワー。じゃあセーブつけます。